このコンビじゃ。甲賀流忍術、いい、直政だ。伊賀流忍術、服部半蔵門さん。我ら、つけんぜ。忍び隊じゃん、おじい。なんで間違えるんじゃん、おじい。さっき打ち合わせで3回くらい間違えとったけど。ほんまもう待て、それよりじゃな。わしのな、先輩特急の忍者。なんでお主名乗っとる。忍者ちゅうても、わしだって若い頃に殿に教えをこうて、わしら甲賀流忍術をわしのも心得とるんじゃ。そうなんじゃ。ということでな、わしも忍者ということ、まあ忍術の心得とるけども、さすがにやはりな、服部殿に忍術には勝てん。ということで皆様、今日は服部半蔵正成の忍術講座よ。服部殿、今日はどんな忍術を教えていただけまするか。教えてある。まあそういうことは熱心なやつだな。教えてある。まあな、じゃあそうじゃ。あ、でも UFO か。どの術。服部殿、UFO。服部殿が消えた。おらん。説明しよう。ドドンの術とは、大地や土の中に隠れ、敵を撹乱する忍術でござる。あやつも分かるまい。くそ、服部殿、きっとあっちじゃな。あ、どうしよう。ほら、あんな。まあ、くれじゃん。きっとあっちじゃな。うん、よし。うい。体重増えたってどういうことっしょ。増えとらんわ。さすがおらんな。どこにおるんじゃろうな。もう、服部殿、わし、降参でございます。もうわし、探すのやめた。剣術の稽古でもやりましょうかな。そっか、こんなところに。おい、ちょっと違う。おい、ふざけるな、お主。何言ったらじゃん。鬼か。探しとったから悪いじゃん。おい、探しとったから悪いじゃん。やめろ。ちょっと待って、ふざけるな、お主。そうやってお主怒っとるけど、いつも殿が言っとるじゃろ。何事も我慢辛抱、堪忍じゃ。なるほどな、官人だよ。お主ふざけるな、ごまかすな。うるさいやつやな、お主も。服部先生はうるさいな。先生、こいつバカじゃんからね、こうやって言ってたらないんだけど。よっ、忍び会のアイドル。アイドル、こいつバカじゃろ。もうだからみんなこうやって言っときゃ、なんか好きなもん買ってもらえるってね。なんか筐体屋で後で怒ってもらえんの。まあでもな、服部殿、わしら甲賀伊賀共にこの平成の世盛り上げていきません、いかんといきませんな。そうかな。ということで最後に決めポーズで終わりますから、いくぞ。さあ、忍者隊、じゃあ何が出たけど。あ、わしも行ってしまった。何が忍び隊か。しまった。忍び隊だよ。忍び隊、元気なお二人でございました。どうもありがとうございます。